あ、そうなんですか。もうレッツさん、レッツさん、本当ですか。え、どっちも見てます。あ、本当ですか。やっぱりあの小室問題の。QTM 見てます。面白いです。そう。でもいろんなニュースの時にもバッサリ聞かれるから、あれは聞かれますよね。あ、そうです。あの、青山のホテルのブックがどうのこうの。あ、はいはいはい。日本のニュースって、パピアさんの直接使ってたんじゃないかと思ったんですけど。あれっていつから始めたの？小室問題を始めたのはもう1年ぐらい前ですね。もう前はちょっとだけだったんですけど、ね、多いですね。一番20万再生ぐらいですね。すごいね。やっぱりでも興味があるしね。試験の後ね、試験の前後で特にそうですね、今どうなんですかね。カネタちゃんこっちにいるのかな。います。はい。なんでそこの僕、ね、が来たのってなんかすごい憧れがあったので、そのなんか日本人もいてーっていう、なんかすごいなんかこうね、ゴージャスな感じですね。ボス、これ今ボストンどの辺りなのかな。いや、yeah, there's a bill inside。15分か20分ぐらい車で行ったところで、ほんと近いんだけど、ボストンってちっちゃいから、だけど横にそのリザベーションとか、自然保護区みたいなのがあって、湖がすぐあるの。はい、はい、じゃあ乾杯いたします。じゃあ乾杯です。乾杯。カメラマンさん、もう一回です。はい、めちゃめちゃ。Today, so we go to Connecticut. 教会以来でした。After this. その後あった？And then we stay overnight here. 今日で2回目なんで。Missed Connecticut. Stormed it.そうね、あの、こっちに持ってきてるんですけど、プレイステーション版のモノリアルがあって、で、それ今日持ってきてサインもらおうかなとか、でも忘れちゃって、もう、わーって思って。そうそうそう。時々のプレイステーション持ってる。持ってます。だけど、この、そもそも、経験できると思った1年っていうことですけど、きっかけはどうしてなんですか？まずはやっぱり、ちょっとまあ下世話な話なんですけど、やっぱりお金いらない。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりお金になるってことが。お金になるんですか？とんでもないです。マジで？そうなんだ。お金になるんだ。いいね。で、ただ、それだけじゃなくて、最初はそれだったんですけど、あのやっぱりね、すごくいろんな YouTuber がやってて、で、結構ね、なんか間違った情報がすっごい多かったんですよ。特にビザ絡みだとか、それ以外の部分で、それはやっぱさすがにまずいと思って、で、そこからなるべく正しい情報に導いていこうと思って、それで やり始めたんです。何人ぐらいライバルがいるんですか今？元のライバルって言ったら多分3人ぐらいしかないですね。もう他はもう全部出てさ、すごい辛辣な最初の頃見てたのあれすごいですよね、あの方。もうすごい、もっともっとこういう感じで、それで、まあ、間違った情報が多いからやっぱりそれで、まあ、このこと話したらいいかなと思って。この間ランド見れなかったんですよ。あ、はいはいはい。あれ質問コーナー2回やったでしょ。2回やりました。で、そのどんな質問が聞いたんですか？やっぱりビザ絡みだとか、このあたりが一番大きいですね。僕ほど多分正確にビザの情報を持っていてる。あ、すごいすごいすごいですよね。取れないでしょ。だって私たちの時、まあ、ニューヨークに来た頃から比べて、まず H1 は絶対取れなかったね。あ、はい、そうですね。昔は600万円、500万円ぐらいの収入があれば取れたんですけど、はい、それが12万ドルなのに上がっちゃったんですよ。あ、一時期上がりました。で、トランプがそれで制限を加える、でもそれが一回撤廃されて、またバイデンなんか変わったんですよ、また。じゃあ彼は一応ビザが取れるようになるんですか？ただ職種を何にするかが今すごく問題になって経験なんです職種を、じゃあのロイヤーでやろうと思っても、今のその職務内容、あとロイヤーになるとか、その免許もないでしょ、なのでロイヤーじゃ免許出す。例えば日本人で日本の弁護士をやったんであれば、その免許を出してロイヤーですって言うけど、彼の場合何もないので、ロイヤーで出すと、じゃあそのロイヤーのライセンス見せてって言われたら合うから、それじゃあどうするってなったら、今までの銀行の経験とかで、まあ、ファイナンスでやろうっていうふうになったとしても、 MBA がない。アシスタントではやっぱ取れない。ロークラークじゃ取れない。ロークラークじゃ取れない。
やっぱり試験に受かってもすぐ取れなくて、抽選とかのことか。彼の場合は、その LLM ってマスターディグリー以上持ってるので、なので、試験に受かれば取れますし、あと追加枠があるので、そこで、HMM の抽選は突破できると思うんですけど、ただその後の申請の時はやっぱり難しい、すごく難しい。じゃあ、7月の試験に受かってもいいかな。ただ今の段階だと受かっても無駄なんですよ。だって今ビザの申請って6月末で終わるので、その後審査が2ヶ月あるので、なので7月に受けて合格したとしても、その結果が出てライセンスが出るのが11月でも、ビザの結果はもう遅くとも8月末までには出ちゃうので、じゃあいられなくなっちゃう。いられなくなっちゃう。でもそれで取ってくれたらいいですね。あと、まこさんの方がビザ取れるかもしれない、はい、無理、それ無理。あれなんかみんな仕事始めた始めたって言ったけど、結局仮説の文章一つ載せただけだった。載せただけなんですね、うん。それってアメリカの人はわかるんだけど、日本の人はなんかもう仕事始めたみたいな。で、その問題があって、いろんなメディアが、ボラン、無給のボランティアとして仕事を始めたっていうのを報じてしまったんですよ。そう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 。で、あれは実はものすごい大きな問題で、眞子さんの場合っていうのは学生ビザの配偶者なので、一切の活動を制限されている状態なんですね。でその中でやってしまうと、これは完全にイリーガルになってしまうので、だからボランティアでもダメなの？ボランティアでもダメなので、ここってすごく多分ほぼ 95% の人が勘違いしてるんですけど、この移民法の中で定められているそのボランティアっていうのは慈善活動なんです。なので公園でのゴミ拾いだとか、あとは教会で何かサービスしてあげるだとか、そういうのはいいんだけれども、ただそのお給料をもらってないから何をやってもいいっていうのではないんです、で移民局もそのあたりってよくわからないので、なのでそこをどうしてるかっていうと、レーバーデパートメント の, その職業カテゴリーっていうので全部それを参照してるんですね。なのでボランティアの定義は労働とかこう定めてるから、じゃあ移民法的にはじゃあこれは、はい、違法だね、これは OK だねっていうふうになってしまってる。こうオネシもザックバランに、タクヤさんはお二人はどうすればいいと思う、どうなると思う、どうなると、その将来的な部分ですか、これからこの1年、日本に帰られるかもしれない、という可能性もある、可能性はありますね、ただ今ゴブゴブなんですよね、なぜかというと、その H1B の申請、これのカテゴリーが多分弁護士ではなくて別の職業、職種で、あ、そうか、やってる可能性が高いので、そうですね、勤め直すって多分今から新しい職場を探すのは難しいと思うので、なのでそのローベンスタインの中で新しいその役職を作って、でそこに KK のその実績とかを含めてそれで当てはまるかどうかっていう、そこが一番のポイントだと思うんですね。で今考えられるのがファイナンシャルアドバイザーからねっていう、今の会社の中で違うセクションでやれるっていう、でそこの職務内容と、あとはあれで、なんていうのかな、その職務内容と、あとそのタイトルで、やるっていう、タイトルが入らないかっていうのはまだごくごくだと思うんですけど、ただその一つの結果が分かるのが、7月の5日か6日ぐらいなんです、もうすぐじゃん、もうすぐで、それなぜかっていうと、H&B を多分申請してるんですが、H&B の申請の必要の LCA っていう、それが一般公開されるのが7月の5日か6日ぐらいになるので、そうするとそれでその可能性がさらにまた分析できるようになるんですね。じゃあその頃の見なくちゃ YouTube あと一つだけみんなが言ってるのが、彼が JD から LLM に移って、その移り方がなんかいろいろ疑問の人がいるじゃない。あ、いますね。あれは大丈夫だったの？あれは試験資格がないものとかさ、あれは大学側が許可してるので、なのでそれは問題だと思います。なのでいろんな情報が飛び交ってて、で結構その動き方がおかしかったので、LLM から JD に来たとかっていうのがおかしかったので、だからダメっていう。あれは彼は特別に OK です。特別扱いです。はい、まあ特別だってやっぱり。っていうのも、昔はJD の2年生っていう、2年生の JD コースっていうのがあって、で、それが、外国人留学生向けに LLM を取った後に JD2 年っていう、そのトータル3年のコースっていうのがあったんですね。なので、それが、なぜかその時だけ一時的に復活してるっていう。だからそこは、
もともと3年っていうプランがあって、多分それがそうなったんだと思う。っていうのも、なぜ3年かっていうと、小室さんが留学した時が27歳、眞子さんも27歳で、30歳までに結婚したいっていうその3年プランみたいな。面白いな。これからも目が離せないね。ありがとうございます。また、ね、See you next time!